はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。あれですね、こっちゃうわ、こっちか、言おうかな。はい、先頃ですね、お隣さんで判決が出ましたよね。慰謝料に対して日本政府は金払えという判決ですけども、主権免除という国際法を全く無視してるんですね。で、いや、どうすんやろなと思って見てるんですけど、日中韓外相会談というのは釜山で開かれてですね、で、日韓も当然開かれてですね、上川外相がですね、あんな国際法違反やどうすんねんみたいなですね、ことを韓国の外相に言ったらですね、2015年の慰安婦合意を我々は尊重するみたいな答えが返ってきたということらしいんですけども、いや、どうするんでしょうね、あれね、ほんまにね。で、これは24日ですね、ハンギョレですね、最左派、私が見てる中で一番左側のですね、メディアがこんな社説を出してるんです。日本政府の慰安婦賠償責任を再確認したか歴史的判決って、まあ、要ははしゃいでるわけですね。ちょっと言いますと、23日、日本政府に日本軍慰安婦被害者と遺族の被害に賠償する責任があることを再確認する韓国裁判所の判決が出た。2021年、ソウル中央地裁で、日本政府の損害賠償責任を認めた最初の判決が出たのに続き、今回は上級裁判所であるソウル高裁が同じ趣旨の判決を下した。戦時中に軍慰安婦のような反人道的な犯罪を犯した国はその責任から逃れられないという原則を明らかにしたもので、歴史的法的意味は大きい判決だというふうに言ってますね。これね、でもね、ずっと読んでて思うのはね、金額が出ていないんですよね。なんかよくわかりませんよね。金額は出ていないんですよ。金額、日本損害賠償ですね。そうか、一人当たり2億ウォンの、で、ですね。で、金額いくらな？2億ウォンのままですかね。この日勝訴した二次訴訟の原告たちは返還請求権の差し押さえではなく、日本政府に直に謝罪と賠償を求めるとの立場だ。まあ、よくわからんけど、いや、出ていませんね、金額。2億ウォンかな。まあ、2000万円ですね。まあ、それはいいんですけど、で、はしゃぎまくってるんですけど、原告も、この判決でも。日本政府が払うはずないんですよ。はっきり言うて。払うはずないのに、ですね、判決はって確定してるわけですね。で、前から言うてる通りですね、そんなことは法治国家ではあってはならないことなんですよね。判決が出てですね、相手は日本政府という支払い能力のある団体なわけですね、韓国からすると。その団体が払わへんって言うたらですね、その、なんて言いますかね、その、判決は宙に浮くわけですよ。別に日本政府はどうでもいいわけですね、これに関しては。お前らで勝手にせよという世界なわけでして。で、じゃあ判決が宙に行くということはね、法が執行されないということであって、法治国家としては由々しき問題なわけですよ。よくある話ですけど、民事訴訟で金払えっていう判決を取ってもね、相手方が金持ってなかったら取れないんですね。だから、持ってない場合は、例えば給料を差し押さえるとかね、そいつが不動産持ってるならば、その不動産の所有権を差し押さえるとか。最終的にはですね、競売執行するというようなことで、こう、取っていくんですけども、それも何もなければどうしようもないんですね。取れないんですよ。あれですね、どうしようもないです。でも、相手日本政府ですから、取れないはずがないんですよ。となるとですね、韓国内にある日本政府の資産を差し押さえて執行するということが、理論的には可能なんですね。
基本的には可能なんですけど、それをですね、やってる気配はないんですよ。2021年の判決もですね、1人1億ウォンやったかな、払えっていう判決で、当然日本政府払いませんよね。で、何も動きはないんですね。どうするんでしょうね。でも虚しくね、判決が出て、判決がどん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 確定していって、ですね、その、どうしようもないわけですね。要は、矛盾した状態が放置されるだけの話なんですけど、それでも判決が出たって喜んでるわけです。アホかと思うんですけど、いやね、これ、むしろね、喜ぶべき事態というよりも、どないすんのこれという事態なんですね、お隣さんにとっては。もう判決は確定したけど、払ってもらえへん。この後ね、山のようにこういう訴訟があるらしいんですよ。日本政府に金払えっていう訴訟が。で、そもそもそれを裁判所で取り上げてる時点で間違いなんですけど、門前払いにすべきなんですけど、それをやらかして、門前払いじゃなくてですね、裁判をやらかして、ほんで判決出して、で、虚しい判決ばっかり出る国になってしまうわけですね。で、法治国家ちゃうやんと、法治国家、かではないということを、それを法的に示しているようなもんなんですよね。どうするんでしょうね。21年の判決も宙ぶらりのままですし、この23年の11月の判決もまた宙ぶらりのままほったらかすつもりでしょうかね。確定しますよ、これ。なぜ被告である日本政府は裁判に取り合ってないわけですから、あれですね。控訴はないわけですね。もうそうすると確定していくわけであって、確定判決が執行されない国ということになると、裁判やっても無駄やんってことになりますね。それすなわち法治国家ちゃうやんってことになるんですけど、そうなっていくことに対してですね、なんらその、この記事を読む限りですね、不安を感じていないですね。やったやった取った勝ったとかで言っただけなんですよ。いやもう、このあたりからしてですね、お隣さんというのはですね、我々の理解の範囲を超えています。今後、これに対してどうするんでしょうね、原告たちは。で、他の記事を読むとですね、差し押さえとかではなくて、直接請求すると言うてますけど、日本政府払うわけないやん。そうでしょ。いやわけわからんわ、ほんまに、という感じです。で、まあ、で、しかもですね、外交問題になってるでしょ。で、日本の上川外相が向こうの外相に、いかん、こんなどんどん受け入れられへんとか言って、とんでもないとか言うて、向こうの外相反論できないんですよ、はっきり言って。いや、だってそれが国際法違反であるということをですね、まあ多分、レクチャーを受けてるわけであって、いや、お前払えとかって言われて、そういう立場としては言えないわけですね。いやーとか言うてるだけでって。かっちょ悪すぎるんですけど、はっきり言うて、自分たちがかっちょ悪いことをやらかしてるという認識もないんですね。あ、出てしもうた、どうしようみたいなですね。ほんまにも多分これね、お隣さんにですね、いる外国のメディアの人もですね、この記事は当然、こういう出来事は当然理解するでしょうし、中にはですね、韓国語に堪能な外国人の記者もいるだろうし、彼らは当然そういう記事を書いて本国に伝えるわけですよね。でも、その本国の人たちが、へえと思うでしょうね。日本国に対して賠償の判決が出たで、だからそれが日本を払うんかっていう話になるわけだって、払うわけないやん、でしょ。だからちょっと外国の人たちもですね、なんなんこの国はというふうになっていくわけでしょう。なっていくわけでしょう。どん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 ですね、あの国がソ連になっていくわけですよね。まあ今でもかなりソ連な感じはするんですけど、そういうところにあんまり気にしない、というのがお隣なんですね。でも、どんどんと自分を貶めるだけなんですけどね。まあ別に構いはしませんけどね。いや、できることならですね、前から言ってます通り、韓国内に日本政府の資産ありますから、少なくとも韓国人の給料を払うための銀行預金がありますから、はよ差し押さえなと思うんですけど、それ差し押さえたらええのにと思うんですけど、どうするんでしょうね。本当にこう一人相撲のですね、今のところ一人勝ちみたいな形になってますけど、この勝ちは実は裏側の負け、大きな負けを実は孕んでいると、
要は金取れないで終わるというですね、勝ち悪く終わるという負けをはらんでるわけですけど、今のところですね、ハンギョレは喜んでますよと、まあそういうことでございますね。はい、一応ですね、このアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。